天皇の退位等に関する皇室天範特例法は、第125代天皇、秋人の退位等に関して、皇室天範の特例を定めた、日本の法律。2017年6月9日に成立し、16日の、交付と共に第1条並びに、不足第1条、第2項、不足第2条、不足第8条及び不足第9条の規定が施行。 同年12月13日には、同法の施行記述を定める政令が公布され、2019年4月30日に、施行、翌2019年5月1日に、不足第10条及び不足第11条の規定が、施行され、完全施行された。通称は、国立国会図書館の日本法令索引にある、天皇大糸特例法のほか、マスメディア報道や、総理大臣官邸 HP で、 上位特例法、対位特例法、皇室天範特例法など。天皇の終身在位を前提にしている皇室天範では、これまで認められていなかった天皇の対位を、第125代天皇である秋人に限り認め、皇太子、なる人新王への上位を可能にするための法律である。同法は皇室天範と一体をなす法律であると同時に、 将来の先例にもなり得る法律とされる。秋人は2010年7月22日に住居である御所で行われた参与会議の席上で大義の意思を初めて明かしたと伝えられている。その背景について NHK は昭和天皇の晩年のほとんど意識もない中での闘病生活や母親の高順皇后が晩年に認知症を わずらっていた時の状況などを実際にご覧になっていたことが大きく影響しているのではないかとしている。第125代天皇昭人第126代天皇特人2016年7月13日放送の NHK ニュース7冒頭で天皇陛下が数年内に生前退院する意向を示していることが宮内庁関係者への取材で分かったと報じられた。宮内庁側は 当初、ありえない、事実とは異なるなどといったように否定していたが、秋人は8月8日に、天皇は国政に関する権能を許さない、胸を規定した憲法上の制約により、具体的な制度についての言及は避けると前置きした上で、生前退位の意向をにじませる内容のお気持ちを表明した。有識者会議や国会における議論、 象徴としてのお務めについての天皇陛下のお言葉によるお気持ち表明を受けて内閣官房に天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議が設置され14回にわたる同会議の開催で有識者へのヒアリングなどの議論が行われた第125代天皇秋人の退位を可能とする特例法を整備するとした国会の考えを前提に 同会議は2017年4月21日に、退位後の天皇の称号を上皇、退位した天皇の記載を上皇号とし、いずれも継承は退位前の在位中と同様に、陛下とし、宮内庁に新たな組織として上皇職と皇子職を新設することなどを適当とする最終報告を行った。特例法の制定にあたっては、天皇の地位は、 主権者である国民の総意に基づくという憲法第一条の規定との兼ね合いから国会に議席を有する各政党の代表者による会議での事前協議の結果も反映させた法律として制定される運びとなった国会による事前協議や有識者会議の報告を受けて政府は法案を作成して国会に提出した法案審議法案は2017年5月19日の 定例閣議で決定され、同日付で国会に提出され、6月1日に衆議院議員運営委員会で趣旨説明、審議、採決がされ、翌6月2日に衆議院本会議で賛成多数で可決された。参議院では特別委員会として設置された天皇の大位等に関する皇室天般特例法案特別委員会において6月7日に趣旨説明、 審議、採決がされ、6月9日に参議院本会議で全会一致で可決、成立し、6月16日に交付された。衆議院本会議では、無所属議員3名が起立せず反対。参議院本会議では、全会一致での賛成となったが、自由党は、皇室転範の本則の改正によって、対応すべきとして採決前に退席し、ボタン式投票を棄権した。 なお、法案の採決にあたっては、政府は、女性宮家の創設など、安定的な行為継承のための諸課題について、皇族現象の事情も踏まえて、検討を行い、速やかに国会に報告するとした、付帯決議がなされた。これに関連して、立憲民主党は党内に検討会を設置し、女性宮家の創設、女性や女系の皇族に対する行為継承資格の拡大、 天皇の大位を特例法ではなく、高級的な制度にすることなど、具体的な検討を行っている。特例法の成立後は、大位の日程や、五代代わり、平成に代わる、新元号の選定などの諸準備が進められた。このうち、大位の日程すなわち、特例法の施行日については、第48回衆議院議員総選挙後の2017年12月1日に開催された。 公室会議で2019年4月30日とする意見集約が行われ、同年12月8日の第4次安倍内閣の定例閣議で施行期日を規定する政令案が閣議決定された。当初は2019年3月31日対4月1日即位の日程も提案されていたが、同年4月には第19回統一地方選挙が実施されるため、 選挙後の静かな環境で、後位継承を行うべきとの意見から回避された。この政令は、同年12月13日の官報第7163号で、交付された。また、2018年3月6日の第4次安倍内閣の定例閣議で、法施行日の2019年4月30日に、挙行される大意の例に法的根拠を付与することなどを盛り込んだ。 天皇の大位等に関する皇室天盘と例れ法師考令が閣議決定された。政令は2018年3月9日の官報第7219号により交付された。2019年4月1日の第4次安倍改造内閣の臨時閣議で法師考備翌日の2019年5月1日に 効力が発生する新言語への改元手続きと、言語の読み方を定めた言語を改める政令と、言語の読み方に関する内閣告示が決定され、菅義偉内閣官房長官によって、新言語が令和であると発表された。言語を改める政令は、閣議決定当日の官報特別号外第9号により、交付され、政令は、 特例法が施行された翌日となる5月1日に施行されることが定められた。この日の午前0時をもって元号が平成から令和に改められ、皇太子、なる人新郎が第126代天皇に即位した。ありがとうございます。